ドロップエースは日本の4人組ガールズバンド。ジャンルはロック。所属レコードレーベルはベルウッドレコード内のロックレーベル、ロクベル。ブルース、ロックンロールのスピリットを持ち、そのソウルフルなサウンドが多くの注目を集めるバインド。メジャーデビュー時に事務所の先輩である千葉雄介がかっこいいね。ツッコミどころいっぱいだけどと評している。 北海道札幌海正高等学校入学時、軽音楽部の入部条件であったバンドを結成するために共通の友達を介して集まった。ボーカルを探していた時、やりたがっているらしいという噂の中野に声をかけた。その時、中野が赤ペラで歌ったのがスーパーフライの愛を込めて花束をだった。そこからスーパーフライのコピーをやろうかという感じで中野美穂。 アラヤ美、小田真美子、石橋若の奥山玲香の5人で結成された。ボーカルの中野美穂が自身のツイッターで2021年10月10日のライブをもってバンドの活動休止を発表した。スプリットシングルミニアルバムシングルミニアルバムアルバム、ライブアルバム音楽配信未収録曲、石川美奈子。ありがとうございます。